皆さんこんにちは、アルタです。なんか久々ですね。すごく久々な感覚なんですけども、今日ちょっと日常のゆるい Vlog 撮っていこうかなと思ってます。今日は普通に平日なんですけど、ちょっと仕事が落ち着いたので近くのねちょっとエリアで買い物しようかなと思っております。で、もともとですね、渋谷にある、ジャーナルスタンダードの、あの家具、ジャーナルスタンダードファーニチャーっていうところにちょっと、僕がすごい気になっている香り系のものがあったんで、それが欲しいのと、あとですね、部屋に観葉植物が欲しくなりまして、そういうのをねちょっと今日探していこうかなと思っております。ただまあちょっと買うか分かんないんですけど、まあ散策がてらちょっとやろうかなって思ってます。お、すごいな、撮影しますよ。え、何の撮影やで、知らないんかいなんか最近街中撮影増えましたね。やっぱ動画が盛り上がってる感ありますね。あ、でも近いじゃん。これ近い。あ、よかった、焦ったマジでなんかジャーナルスタンドファーニチャーはちょっとちょうど今日をもってリニューアルして場所を変えたらしいですね。ラッキーだな。ラッキーか。よかった。だってリニューアルするまで閉まっちゃったことでしょ。危ねえ、調べずに来てた。危ない危ない。じゃあそっちのリニューアルした方のお店行きましょうかねこれがこうだと思っていたら、いや、カズチこれ逆よ、これ多分これ電車のやつ、これこうですか。僕たちこれ電車の線路でしょ。そうこれ電車の線路超えていくってことでしょ。僕たち今ここにいます。何でしょ着きました。多分これですね。リニューアルしたジャーナルスタンダードファーニチャー着きました。お、なんかすごいぞ。相変わらずおしゃれやな、ここ。ちょっと買い物したいなと思います。カズチさんどうすか、こういう家は。いや、最高っすね。最高っすか。オフィスこういうのだったらいいね。いいっすね。逆に集中できないか、これおしゃれすぎて。こういう作業スペースよくない。みかん食べそうです、僕なんかそれはもうおじいちゃんすぎる。いや、いいっすね。ちょっと今日家具は別に買わないんですけど、こういうの見るのめっちゃ好きなんで。マジおしゃれじゃないか、ジャーナルスタンダードの。いや、おしゃれですね。買う気なくても来るだけで、なんかちょっとこう QOL が上がったような気分になるよな、これ。ちょっとじゃあ本日お目当ての香りのやつ行ってみましょうか。なんかやってますね。不審者すぎるだろあれカズさん何してんすか。全然聞こえないです。さあ次は何ですかね。あ、待って、ここでも観葉植物買えんじゃん。今日観葉植物も欲しいと思ってたんだよね。え、普通に可愛くね、これ。まあまあするんやな、これとか。すごい。いや、なんか今日本当はその観葉植物専門店行こうと思ってたんですけど、割とここのやつありかもしれん。普通に あ、でもこの昼のやつもいいですね、これ。なんかコンセプトが朝、昼、晩で匂い分かれてるんですよ。朝が6時38分、昼が12時52分、夜が11時15分っていう、なんかその朝昼晩で匂い分かれてるみたいな感じらしいです。で、僕は前回した時は朝の香りが好きだったんですよ。カズッチは夜のやつが好きなんだけど。夜型ですか。いやー、これ悩むな、マジで。フルーティーな感じですね、朝は。なるほど。うん。で、朝はやっぱね、気持ちよくね、過ごしたいね。いや、これ朝ですね。朝行きましょう。すいません。これが欲しいんですけど。はい。買っちゃいましょう。はい、ということで、念願の、なんていうんですかね、あれ、アロマディフューザーみたいな買いましたね。はい、本当に運良かったわ。これ本当にたまたま今日リニューアルオープンして、今日がオープンの日だったんですけど、それまでちょっとね一定期間お休みだったみたいなんで、良かったです。本当に運が良かった。はい、ちょっとねこれを家に置いてみて、ちょっとどんな匂いがするのか楽しみですね。はい、でちょっとあそこでジャーナルスタンダードファーニチャーでも観葉植物とかも買えそうだったんですけど、まあ、ちょっとあそこでパパって買っちゃうのもあれだったんで、ちょっとその専門のお店に今から行きたいと思います。ちょっと表参道の方にあるんでね、ちょっとそこでね、もし家がなければ今日はちょっと諦めて、ちょっとその近くのカフェ行こうと思います。表参道にちょうどねラシーヌっていう池袋にもともとある有名なカフェがあるんですけど、それがね青山に再現できたみたいなんで、ちょっとそこに行きたいなと思っております。はい、ちょっと移動します。はい、ということで、渋谷から表参道に移動しまして、ここからねその植物を専門に扱ってるねフーガっていうお店に行きたいと思います。
そこでさっきも言ったんですけど、ちょっとそこで植物を買うか分かんなくて、まあ、なんか店員さんに植物の種類とか聞きながら、もしかしたらねちょっとネットで買っちゃうかもしれないんですけど、とりあえず見に行こうと思います。 Vlog 久々に撮っててですね、 Vlog を撮る感触を忘れてるんですけど、なんですごい今日なんか緩い Vlog になってる気がしますけども、はい、まあ、最近はねちょっとありがたいことに仕事でちょっとバタバタしておりましたので、こういう日常みたいなものも結構貴重ですね僕からすると、はい、まあちょっとねちゃんと仕事の合間にこういうメリハリの時間を作って、ちょっと休むとき休むっていうのねやらないとダメですね。お、これかな、あ、これだ、めっちゃおしゃれだこれ、すごい、フーガっていう観葉植物のねお店に来ました。入ります。すごいなこれ、めちゃめちゃ可愛いんですけど、え、これはこれ2970円、オキシカルジウムって、これどう、置物ってか、これも5500円だよ。これ家にでもかける場所ないわこんなん。これ単体でってもさだいぶ浮くよね多分。すごいな、いろんなのがあるんだな、これ。これやばくない？家の廊下に。これとか、これ売り物これ。これ売り物じゃない。これあのライオンキングとかに出てくるやつ。これとかが唯一いい感じかなって感じだね。合いそうじゃない？すごいなんか。こちら2万円します。高いですね。これめっちゃ可愛いね。ちょっと俺の家には合わないかも、ちょっとこれは。あ、これ意外と5000円とかで買えるね。なんかすごいね、なんかあのこういうポケモンいない、ナッシーです。ナッシーだっけ、これにいるよね、これにいるよね。なんかいろんな植物あるんだね、こんなん見たことないんだけど、これすごくね、すごいこういう、なんかすごいな、ナッツみたいな。ファインディングにも出てきそうな、ファインディングにも出てきそうですね。ちょっとこれはジャーナルスタンダードのとこの方が俺は良かったかもしれない。ちょっと本格的すぎる、ここはちょっとね、いい意味で こんなん買わないでしょ、これ。マルコ豪邸の庭にありそうな、そうそうそう、地方の観光スポットやなんちゃら園みたいな、そういう自然のさあるやん、ビニールハウスみたいな。なんかちょっとそういうの作る人じゃないんで僕は、と本格的すぎましたね。ここはおすすめの観葉植物あったらぜひ皆さん教えてください。まあ、でもさっき見たジャーナルスタンドあったような、ああいうちっちゃいちょっとこじゃれたやつが欲しいんですよね、ということなんで、まあ、ちょっと暗くなってきたんでほぼここ見なかったですけど、カフェでも行きますか、テイクアウトしてちょっと行きましょう。まあ、僕あの買い物するときは大体あれなんですよね、あのもう白黒はっきり決めちゃうんで、いいものあるときはパパっていろいろ買っちゃうんですけど、逆にないときすぐ出ちゃうんで、 Vlog 的にはあまりよろしくないですねこれ。てか暗っ、カズチも暗いぞ、あそこの奥にあるんですよ。うわすげえ、こちらです。いやちょうどあれかな、4時半から5時半の間はカフェタイムからディナータイムに移行準備時間みたいなんですよね、確か池袋のもそうだった気がする。やってないですか、めっちゃおしゃれじゃないですかこれ。池袋の方、池袋の方でさめちゃめちゃウッドな感じでめっちゃおしゃれなんだけど、こっちはやっぱ表参道のその上品なイメージに合わせてきてますね。ちょっと見えるか分かんないんですけど、すごい。テイクアウトはちょっとやってるみたいなんで、本当はちょっと中で食べたかったんですけど、ちょっとテイクアウトしましょう。いやアイス美味しそうなんだけど、アイス行く？アイスめちゃめちゃ美味しそうなんだけど、パンもある。確かにこっちにパンとかドーナツ。うわこれやばい、ホットコーヒー一つと、これアイスもテイクアウトできるんですかねこれ。あ、なるほど、アイスが普通にカフェラテ、カフェオレかな、アイスカフェオレで、これアップルミントとチョコチップのアイス、美味しそうじゃないですか、めっちゃ珍しいし。ちょっと外真っ暗なんですけど、ちょっと外で食べますか。めちゃめちゃ暗い、めっちゃ暗いんですけど、どうしよう。ありがとうございます。少しでも明かりがあるところに、はい、ということで今日何の Vlog なんこれマジで。なんか夕方 Vlog みたいな。いいじゃないですか、リアルで、リアルだね。でもやっぱ冬、確かに冬は本当にもう4時で暗くなっちゃうから、あの Vlog 撮る方はねもっと早めにやりましょう。はい、3時ぐらいから出発したからね。今日まあまあ歩いたんで、あのラシーヌ青山っていう新しいそのカフェができてて、もう本当はね中でコーヒータイムみたいな感じでお店もちょっとレビューしたかったんですけど、ちょっとね時間帯的にちょうどディナータイムに移る前の時間で空いてなかったっぽくてちょっと残念なんですけど、また次回行きたいと思います。はい、あの前におすすめカフェ5選みたいな感じやったところの池袋にラシーヌ池袋っていうやつがあるんですよ。ちょっとさっき話したかもしれないですけど、でそれの青山版、はい、で前々から結構気になってたんで行きたかったんですけどね。でまあ、 あのテイクアウトやってたんで、で、アイスカフェ俺とアップルミントとチョコチップのアイス買ったんでちょっと食べます。アイスカフェラテはもう安定に美味しいんですけど、これがね気になってる。お姉さんがすごい苦戦してこれ作ってたんだよねこれ。うん、お、うまっ。これチョコミントよりもちょっとさっぱりしてる感じ、やっぱアップルミントなんで、あのミント感がちょっと
もうちょい爽やかな感じですね。なんかチョコミントってさ、すごいさ、味濃いイメージあるじゃん。濃いっていうか、そうわかる、 甘いじゃん。でこのアップルミントはすごい爽やかですね、食べやすい。はい、ということで今日何したんだろうこれ本当に。まあ普段なんかね、シネマティックな映像撮ったりとか、あの撮影の裏側撮ったりとかね、クリエイターっぽいことしてるんですけど、まあたまにはこういうちょっと本当ただの日常みたいなのもちょっと Vlog にするのもいいかなって思って撮ったんですけど、思いのほか緩くなってしまいました、すいません。まあでも皆さんがね、日常見たいっていう声もまあまああるので、ちょっとまあ視聴者の皆さんに 甘えてそういうの撮りましたね今日は。でこれがね今日買ったやつですよ。本当は植物も買いたかったんですけど、ジャーナルスタンダードファーニチャーのアロマディフューザーですね。ちょっとこれ楽しみですね。これちょっとまた家に置いたら、ちょっとまたルームツアーなりなんなりいろいろしたいですね。はい、これちょっと楽しいです。これはちょっととりあえず書いてよかった。今度はちゃんとまあ1週間とかなんかそういうちゃんと1日とかの Vlog を撮りたいなと思うんですけど、今日はとりあえずこんな感じで終わりたいと思います。はい、本当の日常って感じですけど、じゃあ皆さん最後まで見ていただいてありがとうございました。